21歳の、大学生。向こうが多分好きな人と別れるのが辛いらしくて、なんかもうどうにかしてもう自分の悪いところをもうとにかく列挙しまくってて、嫌いになろうとするっていう過程を見るのが一番すごかった。歯の隙間が空いてるとか、もうそういうとこまでなんか列挙してて、たまに息が臭いっていうのが一番気づきました。20歳で大学生で時間通りに来なくて、少しって言っても1時間ぐらい待って連絡したら急遽キャンセルにされた時とか、なんか特別な理由だったらいいんですけど、普通に寝坊とか言われた時はどういう感情でそのメールを打ってんだろうっていうのはありました。別れた後もなんかその地元とかに来られて今こっちいるみたいな連絡来てみたいな、行かざるを得ない状況作られるみたいな感じはありました。一回いろんなジャンルいるんですけど、めちゃくちゃ性格とかはあったり、その子自体はすごい好きだったんですけど、まあ宗教的な一家の時はびっくりすることは多々ありましたね。付き合ってからちょっと言われて、あ、どのぐらいかなとは分からなかったんですけど、いざ家行ったらお経ずっとなんか流れてるとか。結構夜の世界の友達多くて、ホスト狂いとかもいっぱい見てきましたけど、一番やばいのはなんかやっぱ性癖がやばい人、眼球を舐められるのが好きとか、そういうやばい性癖の人はいっぱいいましたけど、あとはなんか当たり前すぎてホスト狂いとか貢いじゃうとかは結構当たり前なんで、やっぱそれぐらいですかね。話したことはなかったんです。学校で会ってたりとかしてたぐらいで見かけるぐらいだったんですけど、なんか向こうから告白されて付き合ったんですけど、1週間ぐらいやり取りを続けたらいきなり急にやっぱ別れようみたいな、なんだそれみたいな感じですね。それがちょっとおかしいなと思いました。結構やばいです。監禁的な詳細は難しいです。はい、私が会いたいときはどこにいても飛んできて、で会いたくないときは連絡も取らないでっていう彼女が昔はいました。はい、それが一番やばかった。その人は本当に短かった、半年いかなかったぐらいですかね。最初はできるだけでも後の方にはもう嫌になってきちゃいましたね。元カノなんですけど、彼氏さんと別れたら絶対に縁を切るみたいな感じで性格してて、僕が微妙な別れ方しちゃって、なんか話すぐらいのあれだったんだけど、いきなり連絡来てまた付き合おうって言われて、でまたその次の日に振られたんですよ。そっからいろいろ関係ぶっちり切られたから、切られるために嘘で付き合ったみたいながありましたね。友達めっちゃ食ってる、全然知らなくて最近知ったことで、昔そう部活やってて、その中にいた、まあ、マネージャーとかが自分の知らないところでめちゃくちゃ同じ部員食ってたみたいなとかですかね。最近知りました。まあ、付き合ってる間に浮気しちゃうのはちょっとどうかなとか思っちゃうんですけど、それではないのであれば別に特にはないです。自分じゃないんですけど、友達が彼女がいたんですけど、たまたったわけじゃないんですけど、ちょっと仲いい子がいて、で彼女がちょっとそれを気づいちゃって、勝手に電話したりとかして、ちょっともう連絡しないで的な漫画みたいなことなんですけど、付き合ってる時に俺が他の女の子と連絡を取ってることに対してすごく怒るんですけど、自分は元彼と遊びに行ってることですね。それはちょっとどうしたらいいんだろうっていう、怒ればいいのか注意すればいいのか分かんなくて、結局黙り込んだ自分がいたのでやばいなと思いました。付き合って別れて繰り返して4年間ぐらい付き合いました。1回ではなかったんですけど、最終的には気持ちをぶつけてお互いに分かり合って仲直りしたって感じですね。もうまめに連絡よこさんと、いちいちすごい何分おきかに LINE とか電話とかが来て、何しとるみたいな、ちょっとすごい重めの女の人のなんかまあと付き合っとったっていう話とかを聞いたことありますね。友達の、あ、その後は別れてましたね。